アイラインを引いていきます。このクリーム状の黒とこのパウダー状の黒を使っていきます。クリームだけだと落ちやすくなってしまうのでパウダーを上から重ねます。つけまつげは軸が太めなので二重になりやすいです。つけるときは目尻からつけて